えー、落語と申しますよく三望亭ごと我々が申しますつん坊にケチンボーに泥棒だそうで今その中に言っちゃいけない言葉があるそうですな何かってうと泥棒だそうです泥棒といの差別用語だそうですから決して泥棒を泥棒なんと言ってはいけないそうでお泥棒とか おぬすみ遊ばすとか、えーえー、俺のもんだと言い張る方とか言わないといけないんだそうでございます。この3つを言うてと、お差し障りがないとされております。ああ、えー、そうだね、えー。ケチな人というのは、ああ、寄席なんぞ来ませんからな。悪口言っても大丈夫。木戸口まで来て、なんですなか、これは寄生ですから。 うん、じゃあいやお金を払わないとほだめあの新生師っていうのはね普通だとねこれ何ですか喜怒ということで、うん、ちょちょ,ちょっと待ってくさいあのこれお金を払わないとダメなんです、うん、お金を払って笑うんですかこうじゃないんですよ今私が喋ったみたいな、ね、えうんケチな人は芝居と言ったり し、うん、しまして、うん、懐から出すことは手も出さない、うん、息も出さない出さないと苦しいから少し出したりなんかしてこういうのが、えー、女性何度の前に通って、えー、なんでんだかは、うんうん、話し方が変なことを面白いこと言って笑うんですよ。あ 軌道線を、えー、機動線を払うんですか？はい。お金を払って言うか笑うんですか。そうです。うん、冗談言っちゃいけないよ。金払って笑うくらいなら家へ帰って女房にくすぐってもらおう。なんというようなことでしてな。名古屋入って、うん、刑事なんですから入りはしませんで、ね、ヌスタだのストですから、ね。うん。悪をったって俺が泥棒だなんていうんですか？違いますからなんて点でね。 で、耳の悪い人も来ないだろうとかっていうんで、この三つは関わりがないから、ある程度、まあ、やゆしたり厳しく言ったら大丈夫でしょう。けど違うんですよね。三つともね、一番興味のあることなんですよ。自分に聞こえないこと。ああの野郎どうなってんだあの事件はどうなんだこうじゃねえか。ゲスの勘繰りを含めて。以下同じ。ケチですよ、人間。ケチでないなんていいやつが言ったらね、 ケチででなないい自分をを肯定すするるためにね言わざるを得ないんですよ本当にケチでなかったら一言言いませんし暮らせやしませんよ。物の価値観がないと言ってもいいくらいです。物の価値観がちゃんとあるものとケチというのをね対外的に説明なんとできませんですよ。うん、よほど自信があってもう俺は駄目ですよ。いや嫌です。そば、うん、は600円までです高くて。自分の価値基準ですからね。はい。うん だから、ね、これついでに言いますけど俺もホテルで缶詰んだってやってるんですよ、ええ。ホテルにビール入ってますよ。俺800円から900円しますよ飲んだら。200円ちょっとで買いじゃないですか。それは出版社で出してくれますよ女もの。たかがビールですから。いくら竹処方だってビールは出すでおい。はわわわ。だけどね妙に悪いんだよ俺。 うん、そのくせこの社長のね高橋一平氏とね銀座で飲んだりなんかしてますよそれはそれ違うんだよなあるんですよ、まあ、ねまともかくねで、えー、聞こえないふりする泥棒根性ありますよね、うんまあうん、まあ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 承知で言ってんのだか分かりませんでかえってこれを浸り顔して言う男子の方が野暮なのかもしれませんですけどね、うん、しかしどっかで 分からないのはわからなくてもいいんっていうのもあるけどね常に二物再反ありますからねでさて今日はケチの話落語一席あげろったらね楽しみって意味から言ったら野ざらしそれも流行でなきゃダメですよええ文楽師匠の野ざらし聞いたことあるけどひでえったってないもんねああよくそれひどいないじゃないですかその小山師匠のやる高砂親だとかさ 中年で覚えたのね、職人としての芸を持ってる人がね、あるんですよ。ええー。円みたいにね、まあ先代今も含めて全部下手なのは別ですけどね、べくた転んだ芸者でカスあのね、鉛があるったってね。ええー。そういう人、枯渇師匠は、あの、どっから来たのだったら先で、んで、んで、え、んで。え、どこんでだって言えば、んでせ、すライせ、かしのマコうズだよ。うん。 兄弟は二人だよ。姉は宮二の妹はすのぶつってね。生きだねちゃんとそのリアリティの落語の中のリアリティがあると。いくら笑わせようと言って。かすだって言えばかす。かすだよ、ベクタ転んだ芸者で歌歌ってる。かす。冗談じゃないよね、うん。それでね、その流行の野ざらしは作品としてこっちへ置いといて。こっちは釣れるけい、こっちはこっちはこっちへ置いといて。 究極の落語っていうとねこれから演じるで、ね、頭山ですね、まあ祖骨長屋もねあくび指南も素晴らしいです。ええ炭酸みたいなどうだか分かりませんけどね狸が化けるってのはね朝キッドっていうのが、まあ、生意気なねアーティストだなんて言ってたあの、えー、セシボンだとかスコキアンだとか松おじのラックーンだ。 だってさアライグマだってさまあいいやん。でこのケチケチのカテゴリーに入れてるけどケチじゃないっていう話をまあまあしてますよね私ね、ええ、あの目が片一方両方あるのはもったいないから片一方は使わないでずっと置いといて何十年か経って片一方が使ってる方が古くなったから変えてみたら知ってる人が一人もいなくなっちゃった。 これ、まあ、あの嘘か本当かまあ本当だと思うんですがねうーんなぜ嘘かっていうと当人が言ってたからって言うんです、まあ、嘘言うような人じゃないんですけど、ね、雷門福助さんっていうね温厚な名古屋の落語家さんでしたけどもこの人が作ったって確かですよねこれ何も別に世の中のことって全て人生と言ってもいいでしょうねある宗教に入ったために今までのものが全部違うように見えてきた違ってた。 そういうことじゃないかと思うんですがね。えー、ケチな人っていうとね、しわいや、しわいってことですね、しわい。あれやらしわいね。そういう言葉は残ってくる度合いが長いから定着するのか。例えばね、我々のこだけ盗むっていうのね、あのね、ギルだとかギキやったなとかね、がめたなとかね、がっさめたなとかね、あっためたななんてことありましたよ。 ねらっためてやったなとかねガッサメたろってねえとかねうんだから、うん、そういうんで長持ちしたものには教習があるけど短いのはそこだけのもので、えー、教習持っててもただそれを同意しないから認めないのかもしれないしわいやとかねえー、まあケチは今言いますよね、うん、シワイケチあとなんだろうなあ、まあ赤西やなんて言葉がありますけどね赤西や。 もっともっといろいろあったんでしょうね、えー、ケチってんじゃなくてね、うん、でこの人はまあ一応ケチということでしましょうはい。サクランボを食べたサクランボを実る頃の歌がありましたよ、ね、あのシャンソンにシャンソンもどんどん変わってきましてね我々の好きなあのシャンソンなくなりましたよねトレレダあるとかブラッサンスだとかジュルジュルベルとかね、うん、えー。 らもいましたがねアンリー・サルバドールはこの間も生きてたなんて言ってましたけどねあこっち置いといてでさくらんぼ種を種を飲み込んだ違うけどこいういうークがバナナを皮のまま食ってんだよなんでお前皮むかないのいや中身はちゃんと知ってるからってなんだようん面白いとこから染めてきますよね <laughs> でこれ飲み込んだ意識して飲み込んだのか 無意識でしょう。どっちでもいいって言うけど無意識じゃないですか、うん。意識してあれ飲み込むの大変だよ。でも、でもな、あの、向こうのあの、コスチューム劇、コスチュームっていうのは、あの、刺激って言うんです歴史劇なんか見てるとね、アレキサンダーでもね、うん、ええー、やれ、シーザー、あとどうなるかね、シーザーロメロン、これ俳優だ。あの、ぶどを剥かないで食ってるよ、あいつら。日本みたいな子、むいたり種なしなんぞ。 そうだよちなみに言うとリンゴなんかちっちゃいのね。トロイタもあ俺チーリスとユーフラティスの頃ずっとあの合流する上のところやねバビロンの道のこの何にもないよ。あったのはねブルトーザーが一台あった、うん、クレオパトラが運転したんだっつってましたけどねそれでアラブとイブのリンゴの君に行った。 ちっちゃいのよ。俺よりちょっと高いぐらいなの痩せてて、二代目だって、薄でえね二代目だってやんだから、ね、前。ええー。勘三郎だったより十八代とかなんとかしてんだからあ、ちっちゃなりんごよ。うん。で、なんかね、こう、柿練ったっていう、枯れ木みたいなの置いてあるときで、いくら、でそこでしょんべんして帰ってきましたけどね。うん。まあ、こっち置いといてね。で、さくらんぼを飲み込んで、飲み込んじゃったんだ。 のうち何かね頭の上がムズムズしてきた。ムズムズ。いいねムズムズ。こういう言葉アメリカなんかにあるんですかなアメリカというかまあヨーロッパとかいろいろかっこイライラするとかね、えー、うんおろおろするとかあるじゃないですか山のようにあるじゃないですか。えー、ねえドキドキってなると音だからともかくとしても音,音と関係なくね何や、えーね、らチマチマしてやがるとかね。うん こせこせしてるとか、え、うん、うん、そういうあるよ、百屋そこらあるでしょ、ね、でムズムズしムズムズってねいいね、チラチラでもなきゃ、うん、ほらほらでもなければ、うん、ドクドクでもないね、ムズムズしてきた、チンボコのいやとにかくムズムズしてきて、ムズムズを楽しんでおったのか、はたまた 放っておいた頭から目が膨らんでそれでだん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 桜が多いう,うちの桜いいんだ八重桜いいぞ八重桜の時は外へ行かないの八重と一緒に過ごしてんのそれでね咲き方が悪かった時にはねカメラで撮ったら絵が悪いの嫌だったのね向こうが無理に撮ったこっちが悪かったの全部が私の顔見てね今年もねって顔すんの。 それが数からららいったらどのくらい5万6万、はいうん、あるんじゃないですかまあ、うん、とにかくプっとすごい満開のね見事な八重桜それでこれがだん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 大きくなってきた。ええで桜早いですからねだん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 大きくなって我が家の桜と同様に実に見事な桜となった。 さあ、どこだおう頭山ケジベさんとこの桜見た見なくてよ見てんのかたまむじゃねえか行かなきゃダメだよお付き合ってやるかありがてありがてじゃあ、原本もおう参考もえ？ラのやつもえ？えー、うう,う馬地のやつも読んでおじゃあ、みんな一つ行こうじゃねえかうん。みーちゃん、母ちゃん、行かないどこ花見でしょそうだよ、花見花見に行かなきゃダメよ、うん、おっ母さんも行く行くよ すごいんだってねあの頭山の花見は大変だってえじゃないか <laughs> 早く行って席を取らないと大丈夫なのかね行ってみれば何とかなんじゃないかしらん <laughs> でウエッと行く桜見て正面して帰ってくるやつはいねえからね酔っ払ってくれ、あっけんが始まってよっはっおっ,おっよっよっしゃああなんてえとねうん、こっちの話から集まりがいてもう一丁とんがれとんがれとんがれ,とんが,れ,と,んがれとんがった たまさあ、来年のお前まもカモかぶっったあるしし国をさ始めたら、ことより、朝廷の人たちが、将来国に向かいには来た以ないかと、なおい、こよいとった餃子同士やったんは、違うかもしれない。いうことは、や、そういうのって、だが、君、違うって、そういうこと。ママちゃん、それで、さ、さくら、さくら 中には桜の枝に首吹くっ。ああ、そこまでいたかどうだか知らないけどね。うん、足吊るして遊んでたやつなんぞいるくらいの。とにかくうるさくてたまらねえや。ああ、おちおちね。うん。テレビは見ねえだろうけども、寝ることもできねえ。うん。どうしようってんだよ。これ頭引き抜いちゃったらしいんだよ。ね。引き抜いて、ええー、やがて緑の季節から、 雨がさーっと縦に降る何ともたまらない「さつきの雨」俗、うん、に言う「う梅雨」ですよねで。とって雨が降ってきたから水が溜まっちゃったんだよ、うん。水が溜まったらそこにいろんなものが湧いてくる。藻が湧いてくるとかね、ええ。そうすると魚がいろいろ湧いてきた。ハヤとか口細懐かしいね「口細」なんてね,ね。ハゼが来て、ね、キス うなぎうん、ああ魚が集まってくるから釣り人がねあ昼間から「どうですあ釣れますかなど」と愚かが二人寄りなんて言うんでね、うん、釣りはまだおとなしいからいいですよあんまり釣りしながら歌ってるやつはいねえもんねけど夜になるとね今度は船が出てきた船が「行、はい、けー!」「では行ってらっしゃいお楽しみ」なんていう。 船の中でね一杯飲みながら「うん」うん「胸の内を一つ聞かしてもらおうか」「あら嬉しい私から言っていいのかしらねおめごろい,いねえな」<laughs>「照れるけどさ、うん、二人でこうしてこうするときは、うん、こうしてほしいものはない」なんてのはどう <laughs> やれやったねえー、な 池の中、うん、二人の話を聞くのは鳥かはたまた桜か鐘の音シャムセンしこうか頼むよ「ことてずつ手と手合わせてああもったいないと二人で拝んだ窓の月」

あんまりうるさいんでケチベイさんその池の中に身を投げて死んじゃったっての。 だと思うよ俺うよ俺んすごいなこれねただストーリーだけ展開するならどうってことはないんですよこういう話があるケチなやつが「さくらんぼ」でも何でもいいですよ「さくらんぼ」でいいでしょう。さくらんぼだと外国に桜ってのはないでしょうからねまあ言葉っこの桜は別として。 ででもいいですよ、うん、飲んだらその花が咲いたとみんな花見に来ちゃったとうるさいから抜いちゃって、えー、雨の日に水が溜まっちゃったの捨てないでおいたらそういう魚が集まってきたとするやつがたくさん増えてきた、うん、あんまりうるさいってんでそれにいけを投げて死んじゃったってなるけど日本という歴史と文化を入れてくると私にとってこれはものすごいばかりの言葉は他にないから言うけど。 文化のような気がする。